大阪市高速電気軌道中央線。中央線。中央線は、大阪府大阪市住江駅のコスモスクエア駅から、大阪府東大阪市の長田駅までを結ぶ、大阪市高速電気軌道の路線。正式名称は高速電気軌道台4号線と、詳し鉄道洋欄では4号線、中央線と記載されている。駅番号を表す際に用いられる路線記号は、C。 路線愛称の由来は、中央台通の地下を走ることから、ラインカラーは、大阪城公園の木々をイメージした緑、スペクトリウムグリーンである。なお、近畿日本鉄道、近鉄の軽阪な線の学圏なら富ヶ丘駅までの、開通、相互直通運転実施を機に、両線と合わせて、夢は、んなの愛称が名付けられている。大阪市中心部の船場のほぼ中央を横断する、 中央台通に沿って走り、大阪港に至る。1961年に一部区間が開通して、以来、大阪市外の東西方向の交通を担っている。2005年にコスモスクエア駅大阪港駅間の運営が大阪港トランスポートシステムから大阪市交通局に移管されて、同区間が中央線に編入、工述されてからは、ニュートラムを含めた大阪市交通局、 2018年4月からは、大阪メトロのすべての路線との乗り換えが可能な、唯一の路線となっている。2004年の当時の大阪市営地下鉄の各線で5番目に、利用者が多い。また、2008年度の形状修士では、御堂筋線、谷町線に次ぐ黒字を達成している、大阪市営地下鉄の経営状況も参照。大阪市外において、 南側の千日前通りを走る阪神南波線、近鉄南波線、近鉄奈良線とは、近鉄が乗り入れている路線同士でありながら、九条駅、小駅間で、競合関係にあるが、両路線間では、路線の種名が異なるため、本格的な競争は行っていない。ラインカラーの由来は、大阪城公園とされており、森の宮駅前から本町2と分岐する。 城南交差点までの区間で、同公園の南園を走っている。2025年の万国博覧会の開催地が大阪に決定したことを受け、万博開催に向けて、同区間には万博の会場が建設される予定であることから、コスモスクエア駅より延伸した上で、万博会場、ユメスのためアクセス鉄道にもなる予定である、延伸計画も参照。 大阪メトロの駅番号は原則として、起点駅を11としているが、コスモスクエア駅大阪港駅間が、大阪港トランスポートシステムから編入されたという経緯により、大阪港駅の駅番号が11で、コスモスクエア駅の駅番号が10となっている。また、この歴史的経緯により、距離を示すキロポストが2つに分かれている。矢印の方向に、キロ数が増える。 支店のコスモスクエア駅は、大阪港サキストンネルのサキス側で入り口付近にあり、南港ポートダウン線、ニュートラムと接続している。中央線は、地下2階から発着している。同駅を出て北東に進み、道路併用トンネルである、大阪港サキストンネルを通る。このトンネルは、硬い部分を先に、地上で作り、それを海底に沈めて繋ぎ合わせる。 ち米工法で建設された。当初は海底トンネルの構想であったが、高架駅である大阪港駅から海底までの勾配がきつくなる、現在のち米トンネルでも40パーミルの急勾配、あるため、広報が変更された経緯がある。大阪港駅手前から東、淡沢駅手前までは、高架線で浅潮橋駅の手前まで、港2、国道172号の 朝潮橋駅から淡沢駅の手前まで中央台通、大阪市道地区交付改線の中央分離帯上を進んでいい。この区間を効果とした理由は浸水被害の可能性。当時は台風や高潮による浸水に何度も見舞われていたほか、江戸時代には南海地震による津波被害を受けたこともあった地盤沈下への対策、不当沈下によりトンネルに高低差ができ、 排水が困難になる、地層が大量の塩分を含む、シェルト層であったことである。地盤沈下対策のため硬化部分は、ラーメン構造にせず、PC 下駄を連続して仮設している。トンネルを出て、硬化線に入ると、大阪港駅に到着する。駅周辺は、大阪港、筆工地区として、大阪で最初に完成した港であり、明石海峡大橋の開通前は、 淡路島や四国方面へ向かう高速線とも接続していい。平成に入ってからは、海遊館などがある、天保山ハーバービレッジなどが開業し、大阪におけるウォーターフロント開発の一大拠点となっている。同駅を出ると、天保山運河を渡りながら、阪神高速道路天保山ジャンクションの下を通る。かつてはこの付近で、大阪臨港線とも立体交差していた。 今でもその部分は、鋼げたのままである。さらに、高架線を進み、右手に、八幡屋商店街、左手に、大阪市中央体育館、大阪国際日本市会場跡地が見えると、左にカーブして、港通、国道172号と分かれ、高架線が、中央台通に入ったところで、浅市大橋駅に、到着する。かつてはこの駅の南側に、港検車場があり、 単線分岐していた。ここから先は、阪神高速16号を大阪高線と一体化した、高架区間を走行する。右にカーブして進むと、JR 大阪環状線と接続する、弁天町駅で、ホームは、阪神高速17号西大阪線の上にある。そのまま進むと、阪神南波線と接続する急上駅に到着する。しばらく進むと右にカーブして、深度が、 北東からほぼ東に変わる。木津川を渡った先で地下に入ると、千日前線と接続する淡沢駅に到着する。駅西側の地下線進入口には、傍聴扉がある。淡沢駅から東の近く間は、中央台通の下を通る。道通と並行して、阪神高速16号大阪高線、13号。 東大阪線が真上の高架部分を走る。淡沢駅の東で千日前線との連絡線と合流し、四つ橋線との連絡線分岐点を過ぎる。上下線が広く分かれたところで御堂筋線、四つ橋線と接続する本町駅に、続いて堺筋線と接続する堺筋本町駅に到着する。本町駅から堺筋本町駅にかけては、 古くから大阪の中心として栄えた船場にあたり、現在も周辺は中心業務地区の一つとしてオフィス街になっている。中央線も船場センタービルの真下を走る。堺筋、本町駅の東で東横堀川をくぐり、しばらく東進すると、谷町線と接続する谷町四丁目駅に到着する。駅周辺は大阪城の西、大手前に広がる、館長街で、 同駅は、大阪府庁本庁舎、大阪府警察本部庁舎のほか、NHK 大阪放送局、国立病院大阪医療センター、南馬宮跡の最寄り駅である。谷町線への連絡線と合流し、大阪城公園の南園付近を東に進むと、長堀鶴見緑地線、JR 大阪環状線と接続する森の宮駅に到着する。駅の北東側には、 中央線の他に、谷町線、千日前線の車両の検査などを担当する、森の宮検車場と、JR 大阪環状線の車両基地である、い田総合車両所森の宮支所がある。さらに東に進み平野川をくぐると、今里筋線と接続する、緑橋駅に、さらに、平野川分水路、上東運河をくぐると、深江橋駅に到着する。 東大阪市に入ると、JR 大阪東線高枝中央駅と、接続する高枝駅を過ぎ、長瀬川と第二根ア川の下を通って、終点の長田駅に到着する。中央線は、同駅が終点であるが、一部を除く、ほぼ全列車が、近鉄京阪な瀬に駒駅、学研なら富ヶ丘駅に直通する。長田駅から近鉄京阪な線学研なら、 富ヶ丘駅まで総合直通運転を行っている。運転間隔は朝ラッシュ時は三分四十五秒間隔。二千十八年三月24日以降は最短三分十五秒間隔。昼間時間帯は七分三十秒間隔。一時間八本で、半数の列車は京阪なせにい駅で折り返す。その他朝夕ラッシュ時に、車両基地のある森の宮駅発着の区間列車。 早朝と夜に、長田駅、コスモスクエア駅間の線内折り返し列車が少数、設定されている。近鉄京阪な線井駒駅学研なら、富川岡駅間が2006年3月27日に開業し、運転区間が伸びたことと、近鉄線内でのワンマン運転開始に伴って、駅における停車時間が伸びたことから、所要時間の短縮のため近鉄京阪な線内では、 最高速度が時速7 0トルから時速9 5トルに引き上げられた。これは第3機乗方式を採用している日本国内の鉄道路線では最高速度である。なお、快速列車の運転も検討されていたが見送られた。乗務員の交代は森の宮駅と長田駅、長田駅では大阪メトロと近鉄の運転士が交代で行われる。 中央線は、御堂筋線を除いた第3機情方式の全路線と線路が結ばれており、森宮県車場への入出庫の関係で、森宮県車場所属となっている千日前線の車両が、ラッシュ時前後を中心に、淡沢駅森ノ宮駅間で、毎日、森宮工場で、車両検査を行う谷町線の車両が谷町4丁目駅森の宮駅間で、それぞれ回送列車として、 また、森の宮工場での検査後の試運転で千日前線と谷町線の車両が森の宮大阪港駅間を走行することがある。2016年から第三機場路線の定期検査等は四つ橋線の緑木検査場で実施されることになったが、谷町線、千日前線の車両も東路線の森の宮駅本町駅間を経由して四つ橋線へと乗り入れる形となっている。 2018年には、谷町線から転用された4つ橋線の車両、23系、第56編成が、森宮県車場で改造が実施されたため、試運転で中央線を走行したこともある。20系、24系ともに、学研良と三ヶ丘駅まで乗り入れており、大阪市高速電気機動所有の車両が、日常的に、 大阪府外の奈良県へ直通する唯一の路線である。2006年末の時点では、当時の大阪市営地下鉄では唯一、ホームの列車案内表示装置が、コスモスクエア駅を除いて、旧型の安頓式だったが、コスモスクエア駅と、御堂筋線、谷町線、四つ橋線、堺筋線、堀鶴見緑地線の各駅は、LED 式、千日前線、今里筋。 先閣駅はフルカラー LCD 式2007年1月になり各駅で列車案内表示装置の更新工事が始まり同年3月に比較的新しかったコスモスクエア駅の列案内表示装置も交換され全駅の更新が完了した更新された列車案内表示装置は千日前線と今里筋線でも採用された液晶式であるまた 2007年1月10日から12日に発車ベルが、作動する駅のみ発車メロディが導入されたが、同年3月24日に発車ベルがなかった、駅にも発車メロディが導入され、全駅への導入が完了した。この日は同時に、ホームの自動列車接近放送が、未動筋線タイプに、英語放送を追加したものに更新され、さらに列車案内表示装置は多様な文字情報が、表示されるようにな、 京阪な瀬にいこま駅学研なら、富川会駅間開業を前にして、2006年に、谷町線所属の2 0 k 急編成が転入。これと入れ替わる形で、中央線所属の2 4 k 急編成が、谷町線に転出し 22K50 番台となった。651.652階は、元大阪港、トランスポートシステム所属編成。 大阪市に遺跡後大津の文字が消されたが、谷町線に転属するまで、大津時代の塗装はそのままだった。転属後は、谷町線カラーに変更されたが、内装は、大津時代のままである。近鉄京阪なせに生駒駅学研なら、富川岡駅間開業前の2006年3月、以前に転属したため、この区間に営業列車で乗り入れたことはない。 24,656回は、4つ8,023系23,606回に、リフレッシュ工事時計は、7,000乗り入れ対応改造を施行した上で、中央線に転用したものである。この編成と入れ替わる形で2,601回が、運用を終了している。これらすべての車両には、工事の近鉄車両と、同様、イコマトンネル内にある、連続勾配に備えて、 そもそも即制度を完備している、過去に使用された30系、50系も同じ。2018年8月1日に大阪メトロから民営化後発の新型車両、4万系、過小を導入することが発表された。当線に乗り入れる近畿日本鉄道の車両、どの列車がどちらの車両で運転されるかは、近鉄がダイヤ改正時に発刊している、近鉄時刻表。 中央線内のみで運転される列車は掲載されないで判別できる。近鉄時刻表に記載されている京阪ら線の列車番号は東京メトロの各線と同じような付与方を採用しており、近鉄の他の鉄道路線とは列車番号の付与方が異なる。列車番号の1000位、100位は始発駅の発車時間帯を10位、1位は車両の運用番号を表している。 2013年、平成25年3月23日改正ダイヤにおける運用番号は、大阪市交通局所属車用2 0系、2 4系が01、近鉄所属車用7 0 0 0系、7 0 2 0系が70となっている。東京メトロでは列車番号の頭に A、B を付与して方向を区別しているが、京阪な線では、 学研なら富ヶ丘方面域には前日の法則に3000を加算した列車番号を付与して方向を区別している。なお、平日朝方に学研なら富ヶ丘駅始発の列車が増発された2009年、平成21年8月30日改正ダイヤにて、大阪市交通局所属車両1本が軽半な、船内で、また近鉄所属車両1本が中央船内で、 それぞれ夜間留置となる外泊運用が設定されたが、2013年3月改正ダイヤにて、外泊運用は再び設定されなくなった。2015年度決算における、経常収支は約53億円の黒字、営業収支は約57億円の黒字、営業係数は66.0である。当時の大阪市営地下鉄前線で、 営業係数が70を下回っているのは東路線と、御堂筋線のみである。また、2014年度の1日平均輸送人員は299,892万人で、御堂筋線、谷町線、堺筋線に次ぐ、第4位の輸送人員を記録している。コスモスクエア駅大阪港駅間は、大阪港、トランスポートシステムの南港、港区連絡線。 テクノポート船として1997年に開業した。大阪さき市庁舎コスモタワー当時は大阪ワールドトレードセンタービルディングやアジア太平洋トレードセンターなどがある南港コスモスクエア地区と大阪市中心部を結ぶ役割を担っているが運賃体系が別立て2005年6月時点で大人全線230円均一のため 通算運賃が割高となり、利用者数が開業当初見込みより低迷していた。そこで、大阪市営地下鉄と、運賃体系を統一することで運賃を値下げして、利用者増加を図ることになり、大阪港、トランスポートシステムは2005年2月9日に、鉄道事業廃止届を提出するとともに、テクノポート線大阪港駅、コスモスクエア駅間の線路以外の施設、車両などを、 大阪市に売却し、第三種鉄道事業者として、全路を大阪市交通局に対応する形をとり、同年7月1日から、大阪市交通局は、第二種鉄道事業者として、同区間を中央線の一部として運営することになった。なお、それまで、弁天町と南港を結び、大津線に比べ運賃が安いため利用者もそれなりに、 伊藤大阪市営バスの 44.44A 系統、弁天町バスターミナル、マイナスポートタウン東駅前、南港バスターミナルが、前日の大津繊維管に伴う運賃の値下げにより、乗客が減少することが見込まれるため、2005年8月16日から運行経路と区間が変更され、本数もこれまでより削減された。詳細は、大阪市営バス取島営業所。 84号系統を参照。乗務員は大阪市港、大津両社局ともコスモスクエア駅長田駅間を通しで乗務していた。蒸気のキロ数は10キロ中央線、大阪港駅弁天町駅間の寄港式から開通式までの建設記録映画。廃止直前の市電やその路線の撤去、スチームハンマーによる食い打ち、基礎工事、高架線建設、 クレーンによる車両を吊り上げ、当時の大阪市長、中井密司によるテープカットなど、建設当時の様子を知ることができる貴重な映像が収められている。この映画の16ミリフィルムは、大阪市公文書館に保管されている。なお、大阪市交通局の書庫には、オリジナルフィルムを転写した VHS ビデオ、モノクロ、音声付きが保管されており、 情報公開請求により閲覧や DVD 転写による入手が可能である。全駅大阪府に所在、中央線の延伸計画として、大阪港、トランスポートシステム、北港テクノポート線が存在し、コスモスクエア駅から、この花区の夢洲、前島を経由して新桜島駅、火称に至る路線とされている。付帯設備として、 ユメス地区内に車庫が設置される予定とされていた。当初、2008年開催を目標としていた大阪オリンピック構想に向けて事業に着手したものの、実現しなかったことで採算性が問題視され、コスモスクエアユメス間の夢咲先トンネルに鉄道部分の準備工事が行われたのみで、事業は休止された。その後、ユメスにおいて2014年に統合型リゾートの誘致、 2016年に2025年版告白覧会の大阪招致構想において会場として一本化したためコスモスクエアユメス間についてはこれらのアクセロ線として延伸が再び検討されることになった大阪市高速電気軌道も2024年までの中期経営計画で2024年度の開業を目標とした2018年には2025年 国際博覧会の開催地が大阪で決定したため、大阪市の吉村博文市長は地下鉄延伸のための補正予算を計上する方針を示した。なお、北港テクノポート線として事業化されている区間は2018年。現在も大津が第一子鉄道事業として事業許可を取得しており、大阪市高速電気軌道に事業が譲渡されるのか、あるいは大阪港、 コスモスクエア間と同様に、大阪港、トランスポートシステムが線路を保有し、運営を大阪市高速電気軌道が実施する形になるかは未定である。以下は、地下鉄中央線との相互直通運転区間である、近畿日本鉄道京阪な線の長田の学研なら、富川岡駅間を利用した輸送人員である。なお、 2006年3月27日までの路線名は近畿日本鉄道東大阪線で、その相互直通運転区間も長たい細かんであった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。